リスティック獣医っていう仕事で楽しいなっていうふうに思う瞬間ってどんな瞬間ですか？あ、そうですね。私は獣医師といっても、一般的に他の獣医さんがよく開業して同時病院構えて診察するような形ではやってなくて、もうオンラインの方で他の飼い主さんからいろいろお話を伺いしてたりとかして、コミュニケーション取ってるような感じなので、そこでやっぱり私の方で、こうした方がいいとかって直接的なアドバイスではないんですけれども、こういうふうにやってると私はこういうふうにやってるよってお話ししたりとか、なんかちょっとしたヒントをお伝えすることで飼い主さんが実際にそういうのを試された時にその後やっぱりすごく嬉しいご報告をいただいたりして、実際にこう食事をちょっと変えてみたらすごく体調が良くなったとか、そういうお話をお伺いするとすごく嬉しくなりますね。そうですね、やっぱり医療従事者っていうのはある意味近いと思うんですけど、動物であろうと人であろうと感謝される瞬間っていうのすごいありがたかったりしますよね。そうですね、やっぱりあとはボイシーではやっぱり特に最近最初始めた頃ってあんまり私のことを知ってる方っていらっしゃらなかったんですけれども、ボイシーの中で他のパーソナリティさんとのつながりができたり、コラボさせてもらうような機会を得て他のリスナーさんにも知ってもらって、そこからフォローしてもらったりコメント残して、それをコメントを通じてお話が広がっていったりで、そうするとその方が今回もそのメタバースに来てくださっていますし、あとは他のインスタグラムとかまた YouTube とかライブとかにもそっちにも来てくださったりして、そういう交流がどんどん広がっていくのが私としてはすごく嬉しいですね。そうですね、こういうやっぱり一応喋るし、仕事と言ったらまた違うのかもしれないですけど、こういうふうに喋っているといろんなところでつながった人とね、直接つながれることってありがたいですよね。このメタバースの機会でもそうですし、もしかしたらサラ先生のリスナーさんが診察を受けることってできたりするんですかね。一応オンラインだったらつないだりってできるものなんですか。そうですね。診察は、なんていうかな、法律的にできないんですよね。なんだけど。そうなんだ。はい。アドバイスっていう感じですよね。そういうのでやってる方は結構いらっしゃって、オンラインの相談みたいな感じですかね。相談で、そういった形で探されてる。今まで来た人っています？今までの何かのリスナーさんとかフォロワーさんが沢先生のそういった、セッションって言っていいんですかね、受けてくれた人っていうのはいらっしゃいますか？ボイシーのリスナーさんはなんかどっちかというと動物さんと一緒に暮らしている方よりも過去に暮らしていたとか、そうあんまりどっちかというとそのボイシーの内容もですね、配信の内容もあんまり、どうぞ、ペットの健康に関してお話しようと思って始めてはいたんですけれども、どっちかっていうと、リスナー層として、少しニーズがずれてるのかなって思って、今、ちょっといろいろ、内容と試行錯誤中なので、そこまで、リスナーさんからっていうのはないんですけれども、そう、でも、そうですね、どっちかっていうとちょっと教育的な感じですかね。実際に個別の相談に乗るっていうよりは少し、一般的なこうペットの健康に関してとか、そのホリスティックケアとかホリスティック医療とか、そういう全体的なお話をしてるので、そこで、交流がつながってるっていう感じになりますかね。そういうところでつながってるから、やっぱりつながれると楽しいってことですかね。そうですね。そして日野さんが帰ってきました。おかえりなさい。軽くさっき声出てたように感じたんですけど、どうですか日野さん。じゃあ、消えた。戻った、動いたけど。ミュート外しましたよ。
声が出ますか。ダメ。あ、ちょっと来た、聞こえてる。だいぶ途切れ途切れ。さっきよりかはいい。